家好，欢迎来到达正做的频道。我们继续玩翻 DJ with Cosplay。今次条片咧就介绍翻新 DLC 里面最新的关卡。咁我哋入翻呢个游戏里面先。好，咁我哋望一望剧情界面。大家只需要通过晒第一关、第二关、第三关同埋第四关，就会开放最后嘅 DLC 关卡，就系传说复苏黄金龙的指引。大家见到呢个界面咧，其实同之前未买 DLC 嘅复苏的传说咧，其实类近嘅，只不过系个界面上好似有少少唔同啦，而关卡里面嘅机设啊，各样嘢咧，其实都好类似。我哋介绍埋，如果通过咗呢个关卡，有一样嘢系会多咗嘅，就系派遣任务。当我哋通过咗最后嘅 DLC 关卡，就会多咗四个派遣任务。而呢四个派遣任务主要都系会多翻个经验值啦、金币啦，同埋道具。由于派遣任务个作战成功率咧，都需要到我哋角色去到指定嘅 level 先会提升到去大概 90% 啦。如果就咁将一啲99 level 嘅队伍一个去派遣咧，其实得 14%， 所以暂时我都未获得到一啲比较特别嘅道具。咁接住落嚟可以俾大家参考一下一啲数值先。咁呢个最新关卡，假设呢个最新关卡用翻最难嘅难度啦，究竟佢里面嘅数值会有几夸张呢？我哋一齐望一望。我哋讲紧啲杂质啦，就已经系4000攻、4000防同埋4000机动力。如果大家要再推落去嘅话，真系有排升嘅。咁我哋出翻去先。咁接住落嚟，我哋就会挑战呢一个关卡。如果大家中意呢个频道，同埋有咩想同我讲，记得喺下面地方留言。观看今次嘅战斗画面嘅时候，建议观众可以拣翻 1.25 啦，或者 1.5 嘅速度。続よみがえりし伝説黄金竜の導き。聞こえるか、黄金竜に導かれし者たちよ、さらなる高みを望むならば次の試練へ挑むがいい。この挑戦こそ真の魂の輝きを見極めるものなり。再び世界の力は解放された。迫り来る強豪たちを退け、4つの聖なる力を打ち倒すのだ。この挑戦を乗り越えた暁には我が身をもって君たちに最後の試練を与えよう。
全てを終わらせて本当の平和が来るなら俺はもう絶対に失わない大切なものは全て争いのない世界を作るためには行くぞトランザム、この守るさ、守ってみせる。
俺たちのガンダムだ。破壊する。武士道に消えるものなし。
戦力のバランスを保たないとな。
り遂げる。
見せてくれ。アグニカ・カイエル。はあ、終わりにする。よくぞ成し遂げた。真の力を持つ者たちよ。時は来た。今こそ君たち最後の試練を与えよう。見せてくれ。試練を乗り越えし君たちの力を。さすがにこの歓迎は大人げないかしらね。もらった。私は信じている。君たちの可能性を。私はどんな時でも誇りを忘れない。そうでしょ、マクギリス。見事だった。幾多の世界を巡りし勇者たちよ、その力を得るまでに至った強き意志、その思いならば決してついえることはないだろう。やがて君たちの力が人々の希望となり、真の平和へとつながっていくことを私は信じている。I'm a true believer.
つけりゃいいの、どっちかが死ねばいいの、抗ってもびくともしない、ねえ教えて、このくらい世界に一つ。プリマドンナ、エスコートさせてもらう。必殺の太刀筋、見切れるか。覚悟。我こそはガンダム武士道である。スキリー。That's true.